松井選手に寝てますけど、これも目に入ってないですね。翔さん使ってくれてありがとう。こんにちは、レノホ山口の吉山亮平です。前回僕のゴールをファウルが解説してましたけど、まあ、あれで全然解説になってないんで、今回横浜市戦のフリーキックのゴールを自分で解説と、その時何を思ったかっていうのを皆さんに今日はお伝えしたいと思います。それでは見てください、どうぞ。はい、ということで解説していきたいと思います。このフリーキックは、まあ、フリーキックに限らずなんですけど、まあ、テクニカルのゴール決めるときってだいたい蹴る前にゴール決めるイメージが湧いてます。なんでこの時ももう蹴るイメージというかゴール入るなってイメージが湧いてますね。キーパーの位置とか壁の位置関係なく、まあ、そのイメージ通り蹴ることをこの時はもうマックス集中して意識します。なんかこれボーンとしてるように見えますけど、この集中側です。これはすごい集中してる時だと、サポーターの人の声もこの時に限っては届いてないです。集中顔してるんで、ね、見たら分かると思うんですけど、ぼーっとしないです。これは壁3枚 この目隠しも全部ジョージに任せて、松井選手に寝てますけど、これも目に入ってないですね。集中してるんで、まあ、本当に集中してそのイメージ通り蹴ることを意識してます。この時ジョージボール触るんですけど、この触られるのが本当に嫌なんで、まあ、自分でしっかり置き直して、ここ重要なんですけど、助走6歩取ってるんですよね。いつも6歩取ってるんですけど、で自分の前で蹴ったことが良かったかなと思います。ケンさん首かしげてますけどね、すいません、ケンさんボールを上げられないと思います。この時ね、シモさんに何て言ったのか僕もよく言いますけど、シモさん使ってくれてありがとうって、この時試合終了間際、この話もめっちゃ良かったです。感謝します。でもね、この位置にね、でもこの角度はね、僕決めるんで、自信あるから絶対決めるんで、みんな入んないなと思ったかもしれないですけど、次もこの位置今年あったら期待してみておいてください。皆さんどうでしたか。今日の感想をコメント欄にいっぱいお待ちしてます。まだまだ大変な時期が続いてますが、みんなで乗り越えていきましょう。また再開したらフリーキック決めるんで、ぜひ応援しに来てください。ではまたねー。